ですか。 YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。ここは東京新宿駅南口改札前です。本日は後期1677年、平成29年11月7日火曜日です。ただいま午後4時25分少し前です。言論の自由と報道の公正を街頭で訴え続けております。長谷川隆です。ここ新宿の南口で無事出しで街頭で演説するのは、国民の選挙による議会制民主主義のこの理念に基づき、言論の自由を、そして行動の公正を守るために皆様に訴え続けております。私はこの新宿に来て36年になります。この新宿のこの南口の風景も大きく変わりました。なんといっても皆さんがバスで来られた方もおられると思います。このバスターミナルができてからね、すっかり全国からここ新宿の南口を通って都内の方に来られる方、まだ来ないからね、ここバスターミナルに来てバスで地方、直接地方に、あるいはまた羽田空港やね、成田空港に行かれる方多いかと思います。この言論の自由と報道の公正がなくして、私たち日本の議会制民主主義国家は成り立たないのです。最近はお手持ちのね、皆さんお手持ちのスマートフォンや iPhone などでさまざまな情報が、あるいは報道機関、一つの新聞だけじゃなくてね、さまざまな新聞社の、あるいはテレビ局の報道を閲覧してみることができるようになりました。視察してみることができるようになりました。しかし残念ながらそこの中で変更報道が非常に多いということに気づかれた方も多いと思います。どうか皆さん、この変更報道を、あるいは嘘の報道をね、決して許してはならないです。一つの国家が嘘の報道や変更報道で誘導されてはダメです。なんとかね、私たちみんなで報道の公正と言論の自由を守ろうじゃありませんか。そして皆さん、ここ街頭で無事立ちで演説しませんか。ご自身の疑問や社会に対する意見、政治に対する意見、疑問をこの街頭で訴えようじゃありませんか。どうもね、最近というか前々からそうですが、街頭で演説をしたり反対行動をしたり、どうも左翼のね、左翼の方々だけです。そうではなくて、私は
誘導補助を一応実施してます。この誘導補助の方々のね街頭演説が少ない、極めて少ない、ごく普通のことを普通に使いましょう。普通の疑問を普通に、ぜひご参加ください。ご参加いただけるようでしたら、お手持ちのスマートフォンでも iPhone でもひらがなで長谷川隆と検索していただければ、 YouTube やツイッターなどホームページなど出てくると思います。ぜひ勇気を持ってねご参加いただければと思います。こんにちは。ぜひ皆さんと一緒にこの街頭で社会に対する疑問や意見を述べようじゃありませんか。どうしてもね偏ったあるいは誤った報道についつい流されております。例えるなら立憲民主党というものができました。彼らはリベラルと言っています。しかし立憲民主党の話していることは、やろうとしていることは、考えていることはリベラルでしょうか。彼らはいわゆる戦後日本の保守ではないでしょうか。米国の従属国家である日本の当時の社会党の政策そのまま、内容から言えば日本国憲法をそのまま守ろう、この戦争憲法を守り米国の従属のままでよしと、これがリベラルでしょうかね。もしこれがリベラルだとすれば、何でもありのリベラル、黒いものも黒い、黒いものも白い、両方あり、ね、黒と黒が一緒じゃ義務じゃないけど義務はできませんよね。こういったところの疑問やあるいはご自身のご意見を一緒に街頭で述べようじゃありませんか。こんにちは。ありがとうございます。